1, 2, 3, 4, 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 1, 2,
ファンキーモンキーベイビーズのありがとう合唱版の式についてお話ししていきます。よろしくお願いします。この曲テンポ80ぐらいで、4拍子なんですけれども、これぐらいのテンポだと1,2,3,4 これぐらいですね。1,2,3,4 なんですけれども、まあ、前奏は今みたいな1,2,3,4ですね。ララ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 ラみたいな1,2,3,4ちょっとゆったりした4拍子感で振ってみてください。でですね、この今のは前奏なんですよ。前奏から歌が入った時に伴奏の形変わることに注目してください。伴奏の形がランツッタッタンツッタッタンツッタタタタタみたいに変わりますよね。こういった時は1と2と3と4と1と2と3と4とと軽く裏拍を感じながら振ると、このランツッタッタンツッタッタンツッタッタンツッタという1と2と3と4と3と2とこんな感じになります。歌への合図はほとんどの場合が1,2,3はい君にど1,2,3はい君にどうしてもみたいな 1,2,3 はいの形で、まあほとんどの場合このような合図になります。先ほどの動画で私いちいち全部 1,2,3 はいとか言ってますので確認してください。一番括弧の、まあ、いわゆる大サビと呼ばれる部分なんですけれども、ララ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 、ここのところは、伸び伸びと振ってほしいんですね。もう可動範囲をしっかり使って、大きく振ってほしいんです。で、私ね、さっきの動画でもうほとんど振らずにもう両手を広げたような場面もありましたよね。ここはもう振り方にこだわらずに、もう伸び伸びと、自分なりの表現の仕方でいいんではないかなと思います。極端な話、指揮を振る必要がない部分ですよね。伴奏と歌でもう十分タイミングを合わせられます。じゃあここをどんな風に歌ってよ、こんな風に歌ってっていう気持ちを指揮者が表現できるといいかなと思うので、このところはまあ4拍子をこう振るのも手ですし、さっきみたいに私みたいにもう両手を広げてみんな伸び伸び歌ってみたいにアピールするのもありですね。自分なりのやり方でアピールする方法をちょっと考えてみてください。でですね、このシャッフルの部分のリズムなんですけれども、ここもですね 1,2,3,4 で普通に4拍子を歌ってても通用はするんですけれども、歌の方が眩しいくらいの夢物語みたいに、ランタタン、ランタタタ、ランタン、ランタタンタンっていう、これシャッフルというリズムなんですよね。これで、流れていきますので、リズムが、これで、まあ、リズムが流れていきますので、1と2と3と4と、1と2と3と4と、みたいな、リズムを指揮者が感じながら振ってもらうと、曲の感じがね、ここの部分、ちょっとラップっぽい部分ですよね。はい、この曲独特のこの部分の雰囲気感が出来上がりますので、これをですね、1と2と3と4と、1と2と3と4とっていう風に型通りに振るのと、1と2と3と4と、1と2と3と4と、と、ちゃんと指揮者がこのリズムを感じて振るのとでは、合唱の出来が全然違ってきますので、もう、なんていうかね、このグルーヴ感がね、変わってくるんですよね。ぜひ、ここのシャッフルの部分は特に、1と2と3と4と、1と2とという、リズム感をしっかり指揮者が感じながら振ってください。さらに、サビの部分の、ラー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 大サビですね。はい。さらに、コーダの部分の大サビ。もう、先ほど本当に私はもう両手を広げて何もしないような部分もありましたよね。この部分こんな風に歌って、伸び伸びと歌って、しっかり声出そうよ。ね、楽しく歌おうよ。っていうような気持ちを、どうやれば伝わるかなっていう自分なりの伝え方でいいです。この手のポップスの曲は、歌詞が結構多いんですよね。歌詞の内容が結構多いんですよ。で、歌い手が、次何の言葉だっけって、ちょっと紛らわしいところも結構あるじゃないですか。そこのところで、割と間違えやすいんで、あるいは、間違いを恐れて声が引っ込んだりしやすいので、指揮者がしっかり口を動かしてね、次の言葉これだよみたいな感じで指揮者の口元を見てると次の言葉がわかるぐらいの感じのことを指揮者がやってくれると歌う方安心して出れますので、ぜひ指揮者はね楽譜を手元に置いておける唯一の存在ですので、しっかりとちょっと大きめに言葉を書くなりしてしっかり口を動かしながらね歌ってる方が安心して歌えるように口の形で指示できるぐらいに動かしてみてもらいたいなと思います。とにかくこの手のですね、ポップスが元になっている曲は、やっぱこのノリが大事だと思いますね。このグルーヴ感、ね、曲にこう乗っかってる感じがとっても大事だと思いますので、なんか直立不動でね、気をつけて歌ってると、なんかとってもこう、
硬い雰囲気になってしまうんですよね。この曲の良さがなんか失せてしまいますので、ぜひこの体を柔らかくしてリズムに乗って歌う方も指揮者も歌えるようにしてほしいなと思います。はい、以上で終わります。頑張ってください。また会いましょう。さよなら。いつだって僕らは幸せ。